はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は数算の積分と体積丸2断面積編をお送りします。で前回からね、体積始まりまして、前回基本編やったんですけど、第2弾でございます。で今回はポイントを含めて2問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ねまず1番1番じゃないごめんポイントからやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあいきましょうでちなみに今回断面積が、ねまあ、主役になっていくんですけど、えっと、前回やった基本編とこの断面積の話みんなが使ってるワークとか、まあ、教科書によっては順序反対かもしれないです。いや反対の方が多いですきっと。 で、自分は、でも、こっちを後に説明したいので、まあ、皆さんのので、ちょっと逆なってんなって感じるかもしれないけど、まあ、意図的にやってるんだと思ってください。で、まず、ポイントの中身なんですけど、これ、文字だけ読むと分かりにくいんですよね。座標が X の点を通る、X 軸に垂直な平面による立体の切り口の面積を s X とするときってやつなんですけどえ、何言ってるかっていうと、前回の基本編でやったのは、Y イコール FX っていう、その関数、曲線が主役なんですよ。 主役が曲線になっていて、そいつをくるくる回しますと。X 軸だったり Y 軸、ここね、軸にして。で、回転体っていう体積を求めるんですが、今回は図形が主役です。その図形の面積が主役になって、そこから体積求めますよとで。ちょっと先にね、この問題使っちゃうんですが、こいつはですね、直角二等辺三角形が出てきます。まあ、詳しくは後でね、問題時に触れますけど、 この直角二等辺三角形、つまり図形の切り口、スパンって、y イコール x の点を通る x に垂直な辺を見て、スパンって切った時の、ここの面積を sx としますと。その時に、まあ x イコール a から b っていうのは同じです。その積分区間の a, b の話ね。こっからここまでその立体が、ああ、めん図形ができますよっていう区間で積分すると体積が求められます。その時に、この 面積ね。スパンって切った断面積を主役にすると、インテグラル A から B。まあ、積分区間ね。A から B の、その面積 SX を積分すると、もう体積が出てきますよと。気をつけるのは前回みたいに π はいねえぞっていうところ。いいかな。でこっちの方が簡単だよね。π とかくっつかないし。で、しかもですね、今からちょっと付け出しで説明するんですけど、本当はこっちが先なんです。 先でこっから前回やった π がくっついた公式を求めることができますそう、だから本当はこっちは先の方がいいんだけど、まあ、前回の方が問題解く上ではね導入としてはやりやすいんでねあの動画的に向こうを先にしたんですが、えー、前回の動画でやった時に、まあ、こういうね関数があって、まあ、こうやって。 回しますよよっってやたねこう A から B ちょっとごめんこれ完全にあの真ん中なってない回転体になんなかったけどこれ上に寄っちゃったこうなった時にやったじゃないですかでその時はそのこいつねこの関数が y イコール fx だった時に体積は π をくっつけてインテグラル ab そして y を2乗して dx っていうのをやりましたで これですね、今何言ってるかっていうと、まあ、ちょっと待ってやっぱりねこれダメだと思う <laughs> この中心に寄ってない感じね下手くそすぎたちょっとこんな感じにしとこうかちょっと汚くなってごめんよこうなった時に今ねえー、とじゃあここを今 X の座標で取るわけですけどここが X になった時にここの。 Y つここの座標っていうのは x の y。まあ本当は x の fx って書いた方がいいかもしれないですけど、まあ、fx ね。まあ、y と一緒なんで、ここの座標 x と y にします。そうすると、ここの長さ、ここです。ここって y ですよね。このまあ座標が x の y なんで、この長さが y になります。今話を戻すと、断面積、スパンって切った時の断面積を ab で積分すれば体積が求められますと。つまりこれも、 間はずっと円なわけですよ。回転体って、どこで切ってもスパンって円になるからね。らその円が、ここが、今でいう SX の断面積になります。SX になる。で、円あるでしょで、今、こっからここまで、つまり半径が Y なんです。長さが Y。で、円の面積、まあ断面積必要だからね。円の面積って半径かける半径かける π でしょつまり、えー、っと、Y。 2乗かけるになりますそれが S、X、なの。で今そっちの話に戻すとそれをここに入れろって言ってるんだよね。で積分すればいいよって。でそれはこうなる。π はね関係ないんで積分に前に出して y 乗かける π になるからこの公式がこっから本当は持ってこれますよっていう話になります。いいかな。まあここでちょっとつながってはいくんだけどひとまず今回はその。 関数ではなくて図形がね主役になってきた時断面積がね主役になった時にはそれを AB 区間で積分するだけで体積は求められるっていうのをぜひ覚えてくださいよいしょじゃあね実際の問題やっていきましょうえっと今ですね xy 平面上に2点 px の0ここね でコーヒー斜めに書かれるからちょっと見にくいんだけどこれ普通に X 軸と Y 軸だからねいつも書いてるこういう X 軸 Y 軸をこ,こういうなんか角度で見てる感じ斜めでちょっと立体にしないとわからないんでねこういう書き方になっちゃうんですけど X の0で9がえー、っとちょっとこっち側か X の sinx とになってます座標がねで PQ を斜辺とする直角二等辺三角形ですこれが こここねこれが斜辺とする直角二等辺三角書くかこっち痛いよ椅子 <laughs> ごめんなさいね書き出すとここが直角二等辺で R が上にいますで P と Q こうなってるで X 軸に垂直な平面上に図の上に作るまずあ作りましたとで P が X 軸上を原点をこっから A のここ で、A の座標は π の0です。つまり、こう00だから、x が0から π に移動してる。そこが積分区間になります。0から π だからね。まあ、で動くときに、この直角二等辺三角形が通過してできる立体の体積を求めようと。問題を初見で見ると、めちゃくちゃ難しそうに見えますよね。ごちゃごちゃしてるし、図形斜めに見てるし。やめてくれという感じがするんですけど、やることは、積分区間いくつですか 断面積何なんですかそれさえ分かれば積分してくださいっていう話だけなんですよ。で、積分区間に関しては今言った0から π ってもう分かってるから、あとは断面積のこいつです。こいつの面積が分かればいいと。で、これは今、ここの長さ、pq ってここでしょ斜めにしてるから分かりにくいですけど、pq って今、つまりこういうね、本当は x 軸 y 軸なってる時に、p がここにいて、真上に q がいるわけよ。こうやって。 ここの長さってここ x の sinx だからここの長さで sinx ですよね座標だけ考えればだから sinx なのでしかも直角二等辺あるから使ってるから90度4545 45なんで一対一対ルート二なんですよねあの三角定規の比三角と三平方使えれば一対一対ルート二つまりここの長さっていうのはル、えート二分の sinx になります。 えとちゃんとやると1対ルート2だから1対ルート2イコール R ここね R9 対 sinx1 対ルート2イコール R9 対 sinx でこれといてもらうと sinx えっと R9 はルート2分の sinx になりますと。いやーティッシュがなかった。で当然ねえっと pr こっちも同じです。これね同じここは同じと。で えっと直角できてるから三角形えっと直角底辺かける高さ割る2で求められるので面積自体はルート2分の sinx の2乗ねっ底辺かける高さかける2分の1とすることによって4分の 1sin 二乗 x とすぐ出るんですよね面積も。だからあとはもうそろったでしょ,しょったって全部そろったでしょ。 なので、あと積分していきます。v イコール、インテグラル、0から π ね。で、えっと、4分のちょっと邪魔なんで、先に前出します。で、0から π。で、sin 事乗 x の積分はもうね、ずっとやってきましたね。これは、えー、こいつを、黒で変えるか。えー、2分の1マイナス、cos 2x と。もうね、いつものあいつですよ。これに。 変えてだから2分の1邪魔なんでちょっとくっつけて前に出しましょうか8分の1にして1マイナス cos2xdx と下入ってください入りますありがとうございます8分の1えっ、ー、と積分すると x2 分の1が余計に出てきてまあ cos はね普通に s に変わるだけなので sin2x で0から π と。 で入れると π を入れるとこ π 出てきますけど sin2π は0ですね。で0と sin0 も0なんで π しか残らないんですよねこれ。非常に優しい積分ありがとうございます。ということで答えは8分の 1π まあ8分の π か。どちらでも構わないんですがこれが答えとなります。よろしいでしょうか 途中でもね話しましたがこの問題は初見で見ると非常にまあいろんなタイプがありますあるんですけど難しそうに見えます問題文が長くなっているので基本的に図形もあんなんだしねでもやることは積分区間積分区間と断面積さえ分かればそれを積分して体積を求めることができますので是非こういうふうにやってみてくださいでは今回はね数3の積分と体積2断面積編をやらせていただきました ええと、次回はですね、あのー、面積でもやりましたけど、よくこうさ、上の関数から下の関数引いて積分で面積求めたじゃないですか。えー、それの体積バージョンがありますので、そちらを扱っていきます。よかったらね、そちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。